はい、どうもあやとです。本日もご視聴ありがとうございます。今回の動画のテーマなんですけれども、公道上で違法な走行を行っているドリフト族やローリング族の助手席に絶対に乗ってはいけない理由について詳しく解説をしていきます。結論から言いますと、あなたもローリング族と同じように交通違反に問われる可能性があるからなんですね。これから暖かい季節になってくると、各地の峠道などでドリフト族やローリング族といったような走り屋が非常に増えてきます。まあ、免許取り立ての若い子がですね、興味本位でそういった峠道などに行った時に、もしかしたら走り屋と呼ばれている集団と接触してしまう可能性もあるんですが、こういった車に興味本位で横に乗せてくださいとか同乗させてくださいといったような行動は絶対に避けるべきです。これはなぜなのかというと、法定速度を大きく超過するスピードで集団で暴走するローリング族やドリフト族というような車はどのような罪に問われるのかというと、共同危険行為という道路交通法の違反に問われるんですね。この共同危険行為という違反は、その車両を運転している本人だけではなく同乗している人間も同様に罪に問われるという特徴があります。これはですね、共同危険行為を行っている車の助手席に乗るということは、その危険な運転を助長させ、また強さ、つまりそういった危険な走行を盛り上げるというような幇助の罪に問われる可能性があるんですね。当然危険な走行を行う車両であるということを認識した上で同乗しているわけですから、たとえ本人が運転していなくても横に乗っているだけで罪に問われてしまう可能性が出てくるんですね。まあ、簡単に言いますと、走り屋の一味だと思われたら得をすることは一つもないということです。ちなみにこの共同危険行為というのはどういった犯罪なのかというと、道路において2台以上の自動車または原動機付き自転車を連ねて走行させ、また並進させる場合において、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすことになる行為のことを言い、道路交通法第68条により禁止されています。この共同危険行為の恐ろしいところは、非常に罰則が厳しいということです。共同危険行為の違反点数は25点であり、これは酒気帯び運転と同じ違反点数になります。そしてこの共同危険行為等の禁止の規定に違反したものについては、即免許取り消しとなり、その欠格期間は2年間となります。つまり2年間は免許を再取得することができないということになっているわけなんですね。さらに刑事罰として、2年以下の懲役または50万円以下の罰金という非常に重たい罪が課せられることになっているんですね。興味本位でこういった走り屋やローリング族といった車に同乗してしまうと、あなた自身も共同危険行為の、罪に加担したとして処罰される可能性が出てくるわけです。そういった車に近づくことは百害あって一利なしということがお分かりいただけると思います。また走り屋の車に同乗してはいけない2つ目の理由として、このような違法で危険な走行を行う車の持ち主というのは任意保険に加入していない場合が非常に多いです。私も以前サーキット走行を行っていて、こういったですね、走り屋の方々がたまにサーキット走行にこうやってくる時があるんですけれども、彼らに聞くとですね、任意保険、これ加入していないと答える人間がおよそ6割いました。これ地域ごとに格差はあると思うんですが、私の経験上ですと、走り屋の皆さんというのは高確率で任意保険に加入していない場合が多いです。彼らに質問するとですね、そんな保険に入るんだったら新しいタイヤの1本でも買うわとか、ガソリン代につぎ込んだ方がマシだというような考え方をしているようなので、個人的には話していて非常に疲れるタイプの方々なんですけれども、任意保険というのはですね、万が一事故を起こした時に、その車に同乗している人や事故に巻き込まれた人に対して金銭的な保証をする保険のことです。これに加入するにはですね、若い方であれば非常に高い金額を払わなければならないので、若い走り屋というのはですね、高確率でこういった任意保険に加入していない場合が多いんですね。この保険に加入していないと一体どういうことが起きるのかというと、
もしですね、見ず知らずの走り屋の助手席にあなたが乗り込んだとして、その車が事故ったとします。そしてあなたは後遺症が残るほど重大な怪我をしてしまいました。そういった場合でも、この走り屋から金銭的な支払いをあなたが受けられる可能性が非常に低くなってしまうんですね。で、まあ、お金持ちの走り屋だったらお金を払ってくれるかもしれないんですが、私の経験からするとですね、週末に峠道や埠頭などでドリフト行為などの危険な運転を行う方々というのは、比較的社会的地位が低く、金融資産もほとんど持っていないと考えていいと思います。つまりそういった事故に巻き込まれてしまった場合は、あなたは泣き寝入りをしなければならなくなるということなんですね。走り屋の助手席に乗り込むということは、共同危険行為の共犯になる可能性が非常に高く、また万が一の事故の際に泣き寝入りを強いられる可能性があるということです。それほどのリスクを冒してまで走り屋の助手席に乗り込むというのは非常に危険が高いので、まあ、基本的には近づかないに越したことはないというふうに覚えておいていただければと思います。まあ、やはりですね、免許取り立てでいろいろなところに走りに行ったりすると、そういった悪い人たちに絡まれてしまうというようなこともあると思うんですね。特に車に興味を持っている方であればなおのこと、こういったローリング族や走り屋といったような連中に近づかないというのが最適な対処法なんじゃないかなと思います。あなた自身の人生を破壊してしまう可能性もありますので、まあ、危険な行為には百害あって一利なしと考えて、決して近づかず興味本位で乗り込むことは絶対に避ける必要があると考えておいていただきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回の動画はこちらで以上になります。最後までご視聴いただいてありがとうございました。今回はですね、走り屋の助手席に乗ってはいけない理由ということで詳しく解説をさせていただきました。また次回の動画で皆さんとお会いできることを楽しみにしております。それではあやとでした。おやすみなさーい。